正月イエーイ。どうもー、たてちんチャンネルへようこそ。たてちんでございます。皆さんね、お正月ね、お年玉もらった人いっぱいいるんじゃないかな。でね、まあ、縦賃ぐらいの年になると、まあ、お年玉はね、なかなかもらえませんよ。逆にもうあげる年でございますからね。でね、今回、そんな縦賃でもお年玉をね、もらえるチャンスがあると言えば、そう、あれです。あれ、ちびまる子ちゃんスクラッチでございます。はい。ね、今回、ちびまる子ちゃんスクラッチだけど、お正月ジャンボスクラッチということでね、なんと一等賞金が、5000万と。いうことでございますね。早速買いに行ってみよう。スクラッチも初めくじも売り切れてしまいました。スクラッチ売り切れ、申し訳ありませんね。はい、わかりました。はい、ちびまる子ちゃんスクラッチの5000万当たったやつを10枚ください。10枚ですね。はい、はい、こちら10枚入りで2000円になります。はい、はい、まあ、今回スクラッチね、結構まあ日にちも結構ギリギリだったっていうせいもあったんだけど、なかなかね、売り切れということでね、まあ、なく手に入らなかったんだよ。でね、いつも行く売り場ではね、全然手に入らなくて、でね、そこで毎回このね、縦チンの一歩前にいる変なおっさんがいて、必ずそいつが俺のスクラッチを毎回買っていくわけだ。くそー、あいつ許さん。はい、ということで、スクラッチまで買ってまいりましたよ。今回一等賞金がね、5000万ということですんでね、早速削っていきましょう。はい、ということでね、スクラッチの方削っていきましょう。で、今回、5000万チャンスということでね、一等賞金5000万でございますね。今回一等賞金がね、5000万30本入ってるんでね、普段より当たりやすくなってるということでございますね。こんな感じでございますね。で、今回、5000万チャンスということで、今回こちらのね、星マーク、ね、こちらを削って、A、B、C、D、こちら赤枠の中すべてを削ってくださいと。で、ここの星マークに出た絵柄と同じ絵柄が、こちらのね、A から D の中どれかに出てれば、はい、ということでございますね。で、今回その絵柄に応じた、金額がね、当選金ということでございますね。早速、削っていきましょう。はい、じゃあまず1枚目いってみましょう。こちらのまず星マークから削ってみましょう。こい！お、これだ。この気持ち悪いやつだっけ？乃木は、なんだっけ？右輪さん？違うな。うふふって笑い子だね。ちょっと後でテロップ入れておきます。こちら、じゃあまず A から行きましょう。来い！うわぁ、5000万は来ないか、来ない。それから、たまちゃん、100万も来ない。で、C は、200円も来ない。で、D は、獅子舞来ないって誰だこれ。ということで1枚目、外れでございます。はい、じゃあね、2枚目行ってみましょう。今回は誰が出るかな。来い！お、長沢ですね。長沢くんでございます。じゃあ今回はね、この A、B、C、D、今回これ、キャラクターだけ削ってみよう。にゃしゃ。まるちゃん。B は、たまちゃん。こまの、まるおくんですね。まあ、一応将棋見てっか。はい、5000円、5000万、100万、200円と。いうことで、2枚目は、2枚目、外れでございます。はい、じゃあね、3枚目行ってみましょう。さっきのやり方だとちょっとダメだな。よし、じゃあまず、こちらの星マーク行ってみましょう。来い！お、花輪くんですね。じゃあ下の賞金から行ってみよう。200円、100万、5000万の5万円。いい感じじゃねえの？よし、じゃあ A から行ってみよう。来い！ 200 円来るか。あー、プー太郎200円来ません。じゃあ B、来い！丸尾くんの100万も来ないと。ということは、花輪くんの5000万来てんじゃねえの？来い！なー！お餅5000万来てません。じゃあ、5万か？ 5 万来い！うわ！はい。たまちゃん5万円。外れ！はい、4枚目行ってみましょう。やっぱり正統派がいいよ、正統派。ね。来い！はまじ、来い！ A！ まるちゃん、200円来ない。あごいた、5万円来ない。
それが B、プー太郎と100万。来ない、たまちゃん、5000万。はい、外れでございます。はい、じゃあね、5枚目いってみましょう。来い、ハマジ。来い、ハマジ。まるちゃんは5万円。お、あれ？あれ？ハマジ、じゃねえの、これ。ハマジ、来ました。ね。うわー、ちょっと他が削っていこう。マジで？まあ、ここで、まあ、200円っていうオチもありますからね。こっち削っていこう。今ですね、ハマジが出てますんで、おそらくこれね、当たってると思うんですけれども、これまず、B から削ってみようか。B、5000万円は外れてるということでね、今回、おそらく、残りのね、100万から、まあ、200円当たってると思うんだけど、まあ、5万円は外れてるか。ね、それ以外の金額は、当たってるということで、早速削っていこう。よし、こりー、きたー、まずー、こっちから行ってみよう。うわー、100万、外れー。そして、ハマジー、こりー。200円。はい、ということで今回ハマジの200円当たりました。200円かよ。はい、じゃあね、6枚目いってみましょう。まだまだ当たりチャンスあるよ。よし、削っていこう。よし、来い。はい、藤木くんですね。よし、じゃあ A 来い。なんだ、まるちゃんでございます。はい、まるちゃん200円。はい、こちら100万外れ。はい、プー太郎5000万も外れでございます。たまちゃん5万円。こちらも外れでございます。はい、じゃあ7枚目いってみましょう。まあ、そろそろ200円以外になってる、欲しいぞ。来い。あ、またさっきのやつだ。これね、野口さん、野口さんですね。よし、じゃあ、来い。野口さん、来てよ。あー、丸尾くん。5000円。野口さん、来て。はい、200円。たまちゃん、100万。これも来ないな。そして、まるちゃんか、5000万ということで、今回も外れ。はい、じゃあね、8枚目いってみましょう。もうそろそろ来るだろう。逆パターンっていってみるか。逆パターン、一回逆パターンいってみよう。全部こっちを削っちゃう。はい、今回はこんな感じですね。5000円、5000万、100万、200円ということで、いずれかが入っていたら終わったりということでございます。さあ、来い、なんだ？全然違うやつ。なぜわかよ。外れ。はい、じゃあね、9枚目いってみましょう。いやー、そろそろ200円以外の当たりも欲しい。来い。今回、花輪くんですね。さあ、来るか。来い。あー、たまちゃん、丸尾くん、プー太郎、そして、花輪くん。持ちかよ。はい、9枚目も外れでございます。残念。はい、ラスト10枚目いってみましょう。いや、まだ5000万の当たりチャンスあるからね、ちょっと当たっていきましょう。まあ、ほんと来いよ。来い。おっ、ハマジですよ、ハマジ。ハマジ来るんじゃねえの今回。来い。ああ、プー太郎。プー太郎、100万円。外れ。じゃあ B 来い。ハマジで、ハマジ、ハマジ。外れ。200円か。じゃあ C 来い。たまちゃーん。5000万ですよね。じゃあ、最後、ハマジ頼む。来い。5万円。外れでございます。はい、10枚目も外れ。いやー、残念。くそー、今回もスクラッチ当たんなかった。今回は、こちら、ハマジ200円しか当たりませんでした。もう、もう絶対次は一等当ててやる。ってことで、次回のスクラッチもお楽しみに。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。ってことで、たてちんチャンネル、また。今回もスクラッチ当たんなかった。悔しい。はい、ということで今回はちびまる子ちゃんスクラッチ、お正月ジャンボスクラッチ、ストリームマッチということでございましたけれどもね、スクラッチなかなか当たんないよ。宝くじでもね、全然当たんないということでございますけれども、今回関連動画といたしましてはこちらの動画、それからね、こちらの動画となっておりますね。
こちらチェックしてない方はね、ぜひチェックの方よろしくお願いいたします。パソコンでね、ご覧いただいている方はね、ここら辺にね、チャンネル登録ボタンがございますんでね、チャンネル登録のボタンを押していただければいいかなと思います。でね、スマホ、タブレットでご覧いただいている方はね、下の概要欄の方にね、下に URL 貼ってありますんで、ぜひそちらからチャンネル登録よろしくお願いいたします。この動画が良かった方は、チャンネル登録、グッドボタン、お願いします。